署名から、右、春江、中、石家老、北へ、左春へ、春梅祭、北へ、春梅祭、北へとは、江戸時代の大阪の浮世絵師。春交際北州の門人。春江北へ、春へ祭、春梅祭、春春梅帝、石家老、春陽祭とコース。作には、ふもとの雪、五子の雪、五子地の梅麓ふもとの梅という印象を使用する。 大阪の人で立ち売り堀一丁目に住む。作画機は、文政11年から天保7年のおよそ9年、ほどで、文政12年から春江祭期待へと称し、春梅祭の号は天保4年11月から使用している。龍飛都市春と同時期に活動し、短い期間に多数の大番役者へを反抗しており、その技巧は終始高知で全く破綻がないと評されている。 他には、英理根本の挿絵も手掛ける。聖没年は不明だが、一説には、天保八年頃没死したという。門人に春吹、北久、北雪、北新がおり、他に門人と推定される絵師に北西、北明、北、東、北小、北木がいるが、いずれも家作であった。北英がいなくなったことで、流行再除系、松吉人志半衛から、 春交際北州期待へと続いた、情報への主流は断絶した。の字は、土編に、旧の作りり。ただし二代目主観はこの時一座していたものの、実際にはこの役でこの芝居には出ていない。工業前に作られた絵と見られる。ありがとうございます。